皆さんこんにちは。いつも月収軸の演奏動画シリーズを見てくださっている皆さん、ありがとうございます。それではいよいよ11月取り組んできたこの月収軸の集大成です。第2回目のコラボ動画を作ってみようかと思います。このイントロダクションのこの喋っている説明の後、前回同様に皆さんに演奏していただきたい、合わせて吹いていただきたい動画が流れます。ぜひそれに合わせて吹いてみたい、撮影した動画を送ってください。2週、前回のダウンバイザサディーガーデンズと一緒に2週と2週です。で、1週目は僕がソロで吹きます。で、2週目から入ってきてください。で、ビデオをどこから再録画するかっていうのを一番最初からつけていただいてもいいですし、まあ途中からでもいいです。まあどんな風になるかっていうと、まあダウンバイザサディーガーデンズの1回目の動画を多分この辺に出るようにしますので、よかったらチェックしてみてください。最初の方から録画ボタンを押している方のやつはちょっと早めに1周目、僕は弾いてる時からちょっと表示させようかなと思っております。そして演奏が終わった最後は、参加してくださって皆さんも叩いて拍手をして終わりにしましょう。そしてお願いがあります。前回どちらでもいいよってことにしたんですけども、スマートフォンでね、動画を撮られる方がほとんどかと思いますが、まあ、今回できれば縦で送っていただけると嬉しいです。やっぱり横よりもなんか全員縦なら縦で揃えた方が後の編集がねとてもやりやすくっていうのが分かったので、できれば縦で揃えて送っていただけると非常に嬉しいです。そして一応ピッチは440で合わせています。もしチューニングできる方はぜひチューニングをしてください。そしてどんなテイクでもいいにはいいんですけども、できるだけ頑張ってみて自分が納得できたこのテイクだっていうのが取れたらぜひ送ってください。締め切りはそうですね、12月の1日に公開にしたいので、11月のまとめてから話せよって話ですが、11月のそうですね、じゃあ29日までに送ってください。チャレンジャー待ってます。また概要欄とかの方にお送り先の住所じゃない、メールアドレスも書いておきます。前回ねアップロードの問題でメールでちょっと容量が大きくて送れなかったよって人もいました。なのでそういう方はギガファイル便とかに一度アップロードしていただいて、そのリンクを、メールに送っていただく形でも大丈夫です。結構ね今回月収軸難しいですけども、もしよかったらここまで頑張ってきている方はぜひね自分の練習結果を残す意味でも込めて、ぜひねちょっと楽このレコーディングも、挑戦してみていただけたら嬉しいなと思います。それでは皆様からのご応募お待ちしております。頑張って吹いて撮影しているものを送ってくれるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。ではこの動画に合わせて吹いてみてください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこんな動画にしてみました。ちょっとスピード感とか速くないですかね、大丈夫ですかね。ちょっと気持ち早いかもしれません。私はここまでせっかくレクチャー動画として残したので、カットとタップ
までちょっとやりましたけども、まあ、人によってはそこまではまだできてないよって方もいると思います。自分のできる範囲で構いません。全部タンギングのっていう段階でももちろん大丈夫です。やっぱりね、こう何が大事かっていうと、まあ、この1ヶ月間自分の頑張ってきた結果を残すっていうのもとても大事な意味があるこのコラボ企画なので、ぜひ私まだまだこんだけしかできないからではなくて、ここまで私は今日 今月最初から頑張ってきたよっていう、ぜひね練習の成果を送っていただけたらなと思います。そしてもしメールとかでお送りするときに何か容量の問題とか、こういうときどうやったらいいんだろうとか、もしよくわからない方がいたら YouTube のコメント欄の方に、ぜひ質問してください。できる限り答えたいと思いますので、ぜひお願いします。それでは11月29日日曜日の日付が変わるまでの0時ですねまでのメールを受け付けたいと思いますので、ぜひ皆さんからのメールと動画お待ちしております。そしてできるだけすぐに編集して、そうですね、11月、その月の日の夜にはもう公開できるように頑張りたいと思いますので、もしよかったら皆様お待ちしております。それでは皆さん頑張って演奏と撮影頑張ってください。では楽しみにしてます。また会いましょう。バイバイ。